Hey guys, いつまつの皆さん、こんにちは、マドヤットです。はい、今回は成田空港第2、第3ターミナルをご紹介したいと思います。前回ですね、成田空港第1ターミナルをご紹介しましたので、もし第1ターミナルを知りたいという方は、そちらの動画概要欄に貼っておきますので、そちらご覧いただけたらなと思います。まずですね、成田空港第2ターミナルをご紹介したいと思います。成田空港第2ターミナルは横に長い作りになっています。そして地下1階から地上4階の5階建てとなっております。しかしですね、実際に使うのは1階の国際線到着ロビーと3階の国際線出発ロビーが我々主に使う場所となっています。そして4階にはレストラン、ショッピングセンターなどがあり、そして地下1階には成田空港第2ビル駅という駅があり、少し利用するかもしれません。そして最後に2階は駐車場連絡通路となっていて、私たち、ほとんど使うことはないと思います。なので実際によく使うというところは1階の国際線到着ロビーと3階の国際線出発ロビーということになります。なのでね、広いとは言ってもごく一部を利用するということを皆さんに今回もお伝えしておきます。そして今回もですね、航空券がなくても入れるエリア、誰でも入れるエリアをご紹介するということでご了承いただきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。第2ターミナル3階の国際線出発ロビーにやってきました。ここには JAL と仲のいい航空会社のチェックインカウンターがあります。はい、この3階がユニクロがあります。電光掲示板の下にセキュリティなどを受けて出発するエリアがあります。ここからチェックインを済ませて出発することになります。この3階の国際線出発ロビーの上にショッピング&ダイニングということで、この4階がショッピングやレストランなどがあり、ここで食事やショッピングを楽しむことができます。それではこの4階に行ってみましょう。はい、第2ターミナル4階のショッピング&ダイニングというエリアにやってきました。ここでショッピングあるいは食事などレストランがあります。正面向かって左側がショップ、そして真ん中がレストラン、そしてまた右側がこれもまたショップになっています。お店の方はよく見る有名店、よく見るラインナップです。第2ターミナルの方には改造車書店という書店がありまして、ここで飛行機に乗る前に本などを買うことができます。成田空港第2ターミナル4階にはポケモンセンターもあります。第2ターミナルの方にもマクドナルドはあるんですけど、第1ターミナルと比べると席の数も多いのですが、このように満席の状態が続いています。なのでこのように席について食べるというよりはその辺のベンチで食べるということになります。スターバックスコーヒーにやってきました。メニューはいつも通りのおなじみのコーヒーなどが置いてありますが、このように席はなく立ち飲みになります。エアビッグカメラと書いてありますが、店の隅々まで商品が並べられていて、とても品揃えはいいような気がします。ここで何かカメラのバッテリーや充電器など忘れたらここで買うこともできます。でこの4階にはセブンイレブン、コンビニもあります。はい、レストランのエリアにやってきました。このように第1ターミナルと値段の価格帯は変わらず、1000円から1500円の間でセットが食べられる、そのような感じになっています。今ね、第2ターミナルの4階にあります展望デッキにやってきました。こちらは展望デッキの北になります。
展望デッキは2つありまして、北と南があります。そして今いるのが北です。北の方がですね、第3ターミナルも見えますので、第3ターミナルに出入りするピーチやジェットスターも見ることができます。またですね、この展望台からはですね、第2ターミナルを発着する飛行機を見ることができます。主にですね、JAL などの飛行機が止まっています。こちらの後ろに見えているのも JAL です。でですね、こっちの第2ターミナルの方の展望デッキはちょっと滑走路が第3ターミナルの裏の方にありまして、離発着をね、よく見ることはできません。そういう感じにこの展望デッキはなっています。せっかくなので第2ターミナルの南の方の展望デッキにも行ってみましょう。で、展望デッキの入り口はこんな扉で、ちょっと開けづらい扉になってるんですけど、これちゃんと開けても大丈夫なんで普通に開けちゃってください。こっちが第2ターミナル4階の展望デッキ南になります。こっちの方もあまり景色の方は変わらず、 JAL などの飛行機が見えますが、ちょっと滑走路が遠くなるため、さっきのように途中で見えなくなってしまいます。なので僕個人的には先ほどの展望デッキ北の方をおすすめします。ここは2階の駐車場連絡通路になります。これをまっすぐ進んでいくと駐車場に行くことができます。そしてその奥の方に行くと国内線の出発口、到着口があります。なのでこの2階は国内線、まだは駐車場を使わないという人は利用することはほとんどありません。この2階には吉野家があり、価格帯の高いレストランが多い中、このような吉野家があるということは大変助かります。そしてその吉野家の隣、駐車場連絡通路を行くとカフェがあり、そこのカフェが大変おすすめです。こちらの駐車場連絡通路を行くとカフェが1軒あります。そこのカフェは人がとても少なくて、とてもゆっくりすることができるのでおすすめです。着きました。カフェでクリエルお店です。ここは本当に人が少なくて空港だということを忘れさせてくれます。第2ターミナル1階国際線到着ロビーにやってきました。ここは国際線到着ロビー B になります。そして隣には A があります。第2ターミナルに到着する飛行機から降りてくる人がここから出てきます。そしてここを出てすぐ右側、こっちに行くと鉄道に行くことができます。出てすぐ正面にはバスのチケットカウンター、乗車券売り場があります。また ATM、 両替所、 Wi-Fi のレンタルなどもここ1階でもできます。スターバックスなどもあり、ここでコーヒーを買ってその辺のベンチで誰かを待つ、そういうやり方もできます。ここが第2ターミナル地下1階の電車乗り場になります。この地下1階は鉄道の乗り場の他にドトールコーヒーとか、あとはコンビニなどがあります。駅の改札を出るとこのように案内があり、第2、第3ターミナルと向かうことができます。第3ターミナルの方には駅がありませんので、第2ターミナルからバス、もしくは徒歩で第3ターミナルまで移動する必要があります。電車の乗り場の方は右側が成田エクスプレスなどの JR、 そして左側が京成スカイライナーなどの京成線がこちら左側になります。一回国際線到着ロビーを出ると第3ターミナルやターミナル連絡バスに乗ることができます。
また各方面のバスに乗ることもできます。そして今から第3ターミナルに行くのですが、第3ターミナルに行く方法は2つです。1つはバスで行く、もしくはこの陸上競技場のようなレーンに沿って歩いていく、その2つになります。そしてこの第3ターミナルまでは歩いて600メートルほどあります。歩くのが苦手だという方はターミナル連絡バスを利用することをお勧めします。この第3ターミナルに行く連絡バスはかなりの本数運行されていて、ほとんど待ち時間はありません。乗車時間は5分です。それでは今回は実際にこの第3ターミナルまで歩いて行ってみたいと思います。ここは第2ターミナルで、ここがちょうど分かりやすいサインがありましたので、580メートルから始めたいと思います。何分ぐらいかかるのか実際に歩いてみたいと思います。第3ターミナルまではこのような陸上競技場のような作りのところを歩いていきます。この下の素材はゴム製で、歩いていても足が痛くなるということはありません。第2ターミナルから第3ターミナルまで歩いてきました。荷物なしで約600メートルを8分ほどで歩きました。第3ターミナルにやってきました。ここは LCC 専用のターミナルになります。 LCC というのは格安航空会社の略です。この第3ターミナルはですね、第1、第2ターミナルと比べるとだいぶ雰囲気も違って、 LCC 専用ということで、とても実用性を重視した作りになっています。第3ターミナルは2階建てで、1階が国内線国際線の到着ロビー、そしてこの2階が国内線国際線の出発ロビーになっています。ここは第3ターミナル2階の国内線国際線出発ロビーになります。このように非常にシンプルな作りで、陸上競技場のようなデザインをしています。この青色の方を進んでいくと出発口に行くことができて、このオレンジの方は到着の動線を示しています。あとチェックインカウンターの前にはコンビニ、書店、あと両替 ATM などがあります。第3ターミナルにはフードコートがあって、第1、第2ターミナルと比べると値段は1000円以下で食べられるお店が多くて、とても値段的には LCC の利用客を意識した値段設定になっています。あとはこの青いレーンに沿って進んでいくと、国内線国際線の出発口に行くことができます。左側が国内線、右側が国際線の出発口です。ここがですね、第3ターミナルの国内線到着ロビーと国際線到着ロビーになります。この到着ロビーにはバスの乗車券、あと ATM があります。そんなお店とかはね、ないです。第3ターミナル到着ロビーを出ると、このようなエスカレーターのある場所に出ます。こちらに行くと第2ターミナル、そして鉄道に歩いて行くことになります。そしてその右側、ターミナル連絡バス、バス、タクシーと書いてあります。こちらはターミナル連絡バスで第2ターミナルに行くことになります。ここが第3ターミナルのバス乗り場になります。右側が路線バス、左側がターミナル連絡バスになります。第3ターミナルには電車の駅というものはありません。このターミナル連絡バスで第2ターミナルまで移動して電車に乗るか、もしくは徒歩で移動して電車に乗るということになります。はい、ということで今回は成田空港第2、第3ターミナルをご紹介しました。ちょっとレストランとかお店とかには入ってないんですよね。大体の概要というものを今回ご理解いただけたらなということで作成してみました。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。